山本直哉は日本のフリーアナウンサー。シャベール所属。兵庫県加古川市出身。血液型は大型。関西大学文学部卒業後、1988年に日本短波放送にアナウンサーとして入社。1989年に大阪市社へ転勤。1991年から中央競馬実況中継の実況を担当するようになる。 1994年に再び本社へ移動。2003年に退社し、フリーアナウンサーとなる。2007年には、岩手県競馬組合が開催した、全国競馬場実況アナウンサーサミットに、中央競馬代表として、白川二郎と共に参加。4月9日に、水沢競馬場で行われた一部のレースの実況を担当した。2011年からは、 北海道競馬でも不定期で実況を担当している。2021年6月22日には14年ぶりに水沢競馬場で実況を担当した。ABCDEF パーソナリティ紹介。大橋テルコのドキドキラジオ。TO プランニング。2021年6月13日閲覧。山本直也アナウンサープロフィール曲アナネット。 曲アナネット二千十五年六月三日閲覧 ABC ブームスポーツ編集局踏み切ってジャンプー山本直也さんが語る乾大生時代ブームスポーツ編集局ブームスポーツ二千二十年八月二十五日閲覧四月六日スプリング総破は西野フィクサーが制すほか全国競馬情報競馬実況ウェブラジオ日経日経ラジオ社 2021年7月2日閲覧。岩手競馬、春の水卓競馬も、いよいよ最終日。本日の実況は、山本直也アナウンサーが務めます。ツイッターより2021年7月2日閲覧。チャットベル、山本直也プロフィール。シャベール2020年8月25日閲覧。ラジオ日経公式グッズ、2017年3月の、実況担当。 山本忠しアナ、フラワーシーで重傷初実況。高松の宮記念は8年ぶりに、山本直也アナ日経ラジオ社、2017年3月1日閲覧、2018年5月の実況担当、山本忠しアナ、NHK マイルカップで、HGI 初実況。山本直也アナは、ビクトリア M 初担当、日経ラジオ社、2018年5月3日閲覧。 2018年11月の実況担当、今年の JBC は京都で。スプリントクラシックは、日の木川アナ、レディス C は、山本直也アナが実況。日経ラジオ社、2018年11月1日閲覧、2017年11月の実況担当、マイル CS は、山本直也アナ、京都の GI 初担当。エリザベス女王杯は、 小塚アナ初、担当日経ラジオ社、2017年11月3日、閲覧、2017年12月の実況担当、大一番、有馬記念は、小林アナ。朝日ハイ FS は、大関アナ、中山大障害は、山本忠アナがそれぞれ初担当。日経ラジオ社、2017年11月28日、閲覧、ラジオ日経の、代打の神様。 山本直也アナウンサーの初、私の初実況レース。日経ラジオ社。2016年4月12日閲覧。西島秀俊が新 CM 発表会で、たじたじ穴絶叫。中配シーンが、競馬実況に。J、キャストニュース。2019年4月22日閲覧。ありがとうございます。